科学とは、家あるいは、士族単位での学術継承のこと。士族単位での技能、学術の予習による継承は、大和時代以前の日本の士族において見られる現象で、あるが、律令制の下では、こうした方法を排除して、公的機関である大学寮、典薬寮、陰陽寮において、教育を行う制度を採用した。だが、教官を務める家では貴重な書籍などが子弟に蓄積され、子弟も早くからそれらに触れる機会が多いこと、父兄である教官も家庭教育の一環としてこうした書籍を活用することから優秀であれば博士の子弟もまた同じ官職に就くようになっていった。ただし、予、習の場合はそれぞれの士族が持つ特定の技能を世代を超えて継承されることで、初めて官職を世襲することが可能になるものであり、何代も特定の官職を継承してきた家柄でも、その能力を満たせなくなればその地位を失う可能性はあった。古代において何代にもわたっては博士を職を継承しながら断絶した家系が存在するのはそうした事情による。だが、平安時代中期に官士請負制の進行とともに官職が一種の利権として認識されて世襲が進むと、こうした教官の地位を世襲する特定の士族が出現するようになる。明行道、貴殿道においては、漢文の注釈に用いる過去当典を、菅原氏、大江氏、清原氏などが、それぞれ独自の解釈で打っていき、これを仮説として、子弟や門人の教育に用いるようになった。これは、他の分野でも同様の現象が起きており、やがて特定の博士課が博士の職を世襲するために仮説を秘伝化、神秘化しながら、これに権威性と絶対性を与えていくことによって学術そのものを士族内部のみで世襲化する科学へと発展させることとなる。その代表的なものとしてなどが挙げられる。また、同じ士族でも三子左流のようにその解釈をめぐって分裂して異なる科学を伝える例もあった。また、科学でも一子相伝の閉鎖的なものもあれば、多数の弟子を抱えて、宗家を支える構造をとるものもあった。もっとも、律令制以前及び、初期の予習では継承者の能力についても問われたが、世襲が固定化されると能力と継承資格との関係は、次第に希薄となっていった。中世に入ると、総学の影響によって四書が重視されるようになると、明行道において新たに、明行道を四書を制定し、また、足利学校でもこれに対抗して学校典と呼ばれる過去当典を定めて学術における特権維持を図った。中世後期に入ると、陶芸におて家の大事、一代一人の相伝なり、たとえ数子なりというども、不器量の者には、つて不べからず、家にあらず、継ぐをもって家と巣に代表されるように、科学そのものの継承を優先として、血縁者ではなくても教えに忠実な門人が継ぐ場合でも、結果的には科学は守られるという考え方も生じた。こうした中で、子弟関係を家族関係に置き換えて、科学の伝承を図ろうとする家元制度が形成されるようになる。家元制度は、科学宗家の権威を高める一方で家元である、宗家当主は門人を免許の発給を通じて、科学を支配していく役目に転化していったため、もちろん家元にふさわしい技能を有した宗家当主も存在したものの、それにふさわしい能力を有しない継承者の隠蔽の役割も果たすことになった。その一方で、科学、家元が学術、芸術における伝統保持に一定の役割を果たしたのは事実であり、反面において科学、家元の持つ権威に対する反抗が、学術、芸術分野における新たな創造を生み出したのもまた事実であった。近世になると、出版文化の交流によってかつては、秘伝として扱われていたような知識の流出や、新しい学問の普及が進み、従来の科学が持っていた権威が揺らぐようになっていった。だが、一方で地位の世襲を前提としていた、幕藩体制の諸制度は、学問分野においても有効であり、儒学では、林氏、国学では、本居氏、医学では、真瀬氏、滝氏、天文学では、渋川氏、山獅子などのように新たな科学を生み出す家も登場した。ありがとうございます。